教材化の掟の6番、妻の批判はアドバイス。奥様からですね、言われるとかなりぐさっときません？ありがとうございます。他人から言われてもあんまりぐさっと来ないのに、まあ、妻から言われたり夫から言われたり親から言われるとすごいぐさっとくる。これ批判と捉えるかアドバイスと捉えるかってそれぞれじゃないですか。もう言ってる内容全く変わらないんですけれども、こちらの受け取り方次第で変わります。まあ、せっかく自分のことを思って言ってくれてるんだったら、やっぱり自分のプラスに受け取っていい形で行動に持っていきたいなっていうふうに思うんで。